皆さんこんにちは、ルミです。今日はですね、英語学習の量と質について皆さんと私の考えをシェアしたいと思います。私が英会話を一生懸命頑張っていたのが結構前ですね、7、8年前になるかと思うんですけれども、ワーホリに行く前に1年か1年半ぐらい結構集中的に英会話の練習をしていました。その時にまあ、どうせやるならね、効率よくやりたいから量を確保するのが先か、それとも量を重ねていった方がいいのかっていうのを自分なりにすごく模索していた時期が長かったです。で、今英語コーチとかを経てですね、自分なりに答えが出ているので皆さんとシェアしたいと思います。ズバリ結論から言いますと、質は後からついてくるです。量をこなしましょう先に。そもそも量をこなしていないと質がいいのか悪いのかっていう判断ができないと思います。コーチをつけている人は強力な助っ人がいるのでいいんですけれども、独学の皆さん、これ迷って迷って結局諦めたなんていう方もいるんじゃないかと思います。わかんないですよね、これいいのかな、まあ、みんないいって言ってるけど、まあ、とりあえずやるかみたいな感じですよね。なので、このビデオでは私がおすすめする英語学習の進め方、まあ、ざっくりバージョンなんですけどもお伝えしようと思います。私が考える、まあ、ざっくり英語学習こんな風に進めていったらどうでしょうっていうステップが3つあります。1つ目は、どんなに短くてもいいので継続して英語に触れる習慣をつける。これが英語学習の量を確保するベースとなる、まあ基礎となるところですね、学習の。でその、習慣がついてきたら2つ目、量を確保する、学習量を増やすフェーズに入ってほしいです。で、まあ、どうやって学習量を増やしていくのか、習慣化を強化していくのかっていうビデオなんかも今作っているので、多分今週中、今週末ぐらいには出せると思うので楽しみにしていてください。で、量が確保できてきたらここで終わってしまっては結構もったいないので、ぜひ定期的に振り返りをしてください。この学習法で自分の技能がどれぐらい伸びたのか、その伸びたのかっていうのを、まあ、振り返るためには、まあ、定点観測というか、まあ、私は英会話を集中的にやっていたので英会話に行って自分の言いたいことが言えるのかどうなのか、選択したテーマについて自分の考えがどれぐらい語彙力豊かに伝えられるのか、相手を説得できるのかっていうのを、まあ、試してました。試す場を設けていないと自分がどれぐらい伸びたのか、前よりできるようになってるのかっていうのがわからないと思います。なのでぜひ、学習量の確保をするフェーズでは自分の技能を定期的に試す場面を作っていってください。ステップ1で、学習習慣の基礎作り、ステップ2で学習量の確保、でステップ3で、使う場面と振り返りを、うまく使いながらどんどん自分の弱点を強化するっていうフェーズに入ってください。入ってくださいって言うとあれですけど、入っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。やる気に満ち溢れた人はですね、最初から3時間やるぞってなって集中的に頑張るぞっていうのもいいんですけど、もちろん、だいぶマインドが強くないと、まあ、誘惑に負けてしまうんじゃないかと思います。誘惑に負けなくても、学習量が少しずつ落ちてしまって効果が感じられず、やめてしまう、諦めてしまうなんていうことも起きるんじゃないかなと思います。ここで注意点をいくつか挙げたいと思います。ですね、学習量を確保してくださいっていうと、どれから始めればいいかわからないから、とりあえず、テキストをたくさん買って頑張るぞって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、テキストは最小限にしてほしいです。教材ですね、いろんなことに手を出してしまうと薄く浅くになってしまうので、ちゃんと使える英語運用能力がつくかと言われると結構わからないなって感じですね。教材はなるべく少なくいきましょう。
現在手元に教材があるんだとしたら、それを、まあ、2週3週ぐらいやっていきましょうか。単語やフレーズ、わからないものがなくなるまで繰り返しやってください。一つの教材を完成に近づけていくと、まあ、自分の弱点とかっていうのが見えてくると思います。まあ、単語が弱いのか、もしくは、言い回しが慣れていないのか、または、テキストベースだと強いんだけど会話ってなるとやっぱり弱い。で、会話をもし伸ばしたいんだったら、もちろん会話の練習も追加しなきゃいけないっていう風に、自分に足りないものベースで学習を組み立てていけるようになると思います。私の場合で言うと、私が集中的に英会話の練習を始めたのがワーホリに行く約2年前ですかね、1年半ほど前から、カフェ英会話っていうのに行き始めました。私がよく行っていたカフェ英会話の会場は、日本橋ですね。懐かしい日本橋のイリーっていう会場にすごくよく行っておりました。そこで私がやっていたのは、頻度的には週に3回とか4回、まあ、行ける日は、毎日、まあでも週5とか行ってる時期ありましたね。それぐらいの、ペースで行っていました。で、手元に置いていた教材は文法書1冊と、あと携帯の中に入っているアプリ、私が使っているのはこのアプリです。アプリを買って、まあ、紙でもいいです。あとは、フレーズや単語などは YouTube もしくは TED もしくは、海外ドラマポッドキャストっていう風に、実際にネイティブが使っている場面から全部新しいボキャブラリーをゲットしていました。それを自分の英会話のフレーズに織り込んで、会話の塊の中に盛り込んで使ってみる。で、実際に自分がナチュラルに、自分の思考に乗せて文章化、言語化できるかっていうのをトライアンドエラーして、どん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 自分の舌に慣れさせるイメージですかね、練習していっておりました。はい、ということで今回は、サクッと英語学習の質と量についてお話ししました。皆さんの中で、量を増やしたいんだけど質も一緒に伸ばしたい、どっち取ればいいのかな、より効果的な英語学習法とはってちょっと悩んでいる方もしいらっしゃったら、とりあえず1つ2つの教材を完璧になるまで、繰り返してみましょう。その教材の中でわからない単語がない、言えないフレーズがないっていうところまで完璧にしたら、そこでそれをやってるうちに自分の、苦手に感じるところをアドオンでどん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 追加で、学習を組み立てていってください。ちょっとさっきも言ったんですけれども、今ちょうど、英語学習、学習習慣の作り方のステップ5ステップっていう動画を作っているので、週末には出せると思いますので、ぜひぜひ、待っていてください。どれぐらいの人が待ってくれているかわからないけれども、私基本的に過去の自分に当てて動画を作っているので、万人受けするかと言われたらちょっとわからないかもしれないんですけれども、ぜひ私のように迷える子羊の方に役に立てればと思って動画を作っております。ぜひぜひ、まあ、いろんな英語チャンネルさんいると思うんですけれども、また寄ってみてください。 Alright, thank you very much for watching today as well. I will see you in the next video. Bye bye.